はい、おはようございます。秋の月21日、ここ祭りの日です。やっていきましょう。合ってるよね。12日からだ。病気の鳥、ひよこは参加できませんが、誰で参加しよっかな。やっぱりハッソリかな。ちょっと一応、仲良し度を見て、一番仲良しの鶏に参加してもらう感じにしてもらいましょうかね。手紙は特になしだね。では、忘れる前に先に肥料を撒くところからよっかな。なんか水やりよりも先にこっちをやっておいた方がいいような気がしてくるな。なでしこが出来上がっちゃった。やっぱり肥料は、なかなか、あれだな。がっつり撒くっていうのが難しいな。ん？あれ？卵が1個しか出てなくない？あれ？俺拾ったっけ？ご飯が足りていなかったのか、まさか。ちょっとこいつ、ご飯食べ過ぎじゃない？みんな。もしかしてこれ性格活発とかだと、餌の量が増えるとかじゃないよな。ちょっとありえそうだから怖いんだけど。あるいは副産物取れる量が増えると、それに応じて、あれ？ご飯の量も増えるとか？ぬん。わからんが気になるな。そして、仲良し度は全部変わらないな。じゃあ、一番最初に来てくれてた、初取りに、あれかな？大会はお願いするかな。こちらもなんかご飯減るの早くない？食欲の秋か。全くないとは言い切れないからな。気になるところだわ。ハツジ君の副産物増えないかな。ノーマルおやつばっかりというよりは、命名おやつの方が足りていないという可能性もあるのか。あー、いる。オッケー。とりあえずこれでお世話は完了。あとは、まあ、ちょっとなでしこもこれ回収しとくかな。よいしょ、よいしょ。これ以上肥料撒いたりできないっぽいしな。作物祭。小麦で出品できれば、そっちで行くかな。やっぱりどう頑張っても、今の段階だと、ね、初級クラスにも優勝できるようなものはできなかったな。なんかやり終わったのかもしれないけどね。ちょっとうまくは決まらなかった感じでしょう。ちなみに品質はどんぐらいだったかな？やっぱ 1.0 か。1.5 でもダメだったからな、春。この調子ではという感じでしょうね。よーし。それじゃあ、お祭り会場に行きましょう。まあ、初級クラスで優勝を目指すというのは関の山だと思うんだけど、どうかな？ダンヒルさん、ここ祭りだよ。出場させる鳥を選んでくれ。意外と卵とか好きだったりするかな？ダンヒルさん、今はそれどころではないかもしれんが。よし、祭り君行きましょう。出場するクラスを選んでくれ。やっぱり初級、中級、上級だね。ちなみに優勝商品今回なんだろう。初級クラスは、リンゴ、見習いレシピセット1、楽々ブラシの組み立てです。楽々ブラシか。これは普通にありがたそうだな。中級クラスは、秋茶葉、見習いレシピセット4、鶏の置物。上級が、アマと、見習いレシピセット2と楽々ブラシの組み立てです。これ初級で参加すると普通に上級なめにいいもんもらえないか？見習いレシピセット1っていうのがもう持ってるやつなのかどうなのかが結局よくわかんないけど。まあ、どっちにしろ優勝を狙うなら初級だしな。よし、初級行きましょう。それじゃあそろそろ始めるでしょう。会場に入ってくれ。こんな直前に会場入りで大丈夫なんだろうかって、時々思うけどな。まあ大丈夫なんだろうな。何にせよ、お祭りを見に来てくれる人もだいぶ増えたな。そして相変わらずニール君が審査委員長なんだな。それではたまたまよりここ祭り初級クラスの品評を始めるぞ。まずは今回の出場者4名と4羽の鶏たちを順番に紹介しよう。また違う牧場の人たちかな。おお、黒い鶏かわいいな。エアリー牧場のインゲバルク君と、プランタンちゃんだ。お、なんか凛々しい顔つきだぞ。シュテッペ牧場のネイビル君とメテオちゃん。メテオっていいな。一体何の命名補足があるんだろう。そして、今畑牧場の芋君と、ハツトリちゃんだ。イェーイ。ハツトリっていう名前最高っていう声が聞こえてきそうですね。さあ、エントリーナンバー4。ヤーチク牧場のヤーチク君と、オトンヌちゃんだ。自分の名前と牧場の名前が同じということは、なんかこの人が立ち上げた牧場なのかな。まあ、うちと似てるってことだな、ある意味。審査員のニール君だ。
審査員1名っていうのは公平な審査になるのかっていうのはちょっと怪しいところだけどな。俺の審査は厳しいぜ。まあそれだけ信頼されているということなんでしょうね。さあどうなるかな。てか最前列の3人が仲良く一つのベンチに並んでるの面白いな。お、この表情は今回優勝を勝ち取ったのは。でもダンヒルさんのあのポーズだけで判断しかねるか。あーダメだったじゃねえか。フェリーズ牧場のインゲマルク君とプランタンちゃんだ。うっそー、足りなかったか。あれダメだったか。ストレスが溜まってたかな。愛情度 2.5 度は結構いけると思ったんだけどな。いいでした。ネビル君、ヤチク君。嘘、ダメだったか。普通にこれ、ショックなんだけど。確実にいけるつもりでいたからな。足りなかったか。他の子だったらギリ足りたとか。いやー、どっちにしろ変わんなかったかな。でも、ストレス値はちょっと鑑みてもよかったかもしんないな。優勝おめでとう。これが商品のリンゴと、ミナルレシピセット1と、ラクラクブラシの組み立てだ。でも、ラクラクブラシって、うわー、リンゴこんな色なんだな。ラクラクブラシってよく考えたら、鶏には使わないよな。その辺がちょっと気になるけど。ねん。ここは優勝したかったんだけどな。以上でここまでに初級から最終級だ。初級で優勝を逃したってのは痛いな。もう祭りの優勝がここの難易度に影響したとかはないと思うけどな。今回優勝を譲ってやったのじゃ。このタイプの人か。私が優勝したんだが、今言っても言いにくいなのかね、それとも何か言うかね。言わないならさっさと帰りため。なんでこう厳しいし、なんか、冷たいんだろうな、みんな。なんかできてよかったです。この人が一番普通に見えるぜ。皆さんどうです？そんな悲しそうな顔しないで。可愛い鳥たちだったね。鳥は結構好きだよ。小さい時はよく人の牧場にこっそりおやつありに行ってたな。ダメじゃないそれ。おやつのやりすぎで鳥が全部でっかく育っちまって事件だなんだって騒がれてることもあったっけ。子供ってのは本当に考えなしだよね。よかったのか、何なのかだな。たとえ一番にならなくても一生懸命頑張った人はみんなすごいと思います。だが一番になりたかったぜ。カモンベルさん、今日は残念でしたね。何どうってことはないですよ。みんな優しいね。そしてパートナー候補以外の会話は一パターンだけって感じかな。トニ君、鳥ってみんな羽が生えてるから空飛べるんだと思ってたんだけど、随分低く飛ぶんだな。あれで飛んでるのか。一応羽バサバサしてるけど、大きくなったらもっと高く飛べるようになるのかな。でもなんで鶏って飛べないんだろうな。飛べないように退化しちゃっていったらそれまでなんだろうけど、もともと飛べないものが、ああ、進化していったのか。いろいろ気になるよな。ヒロアさん。ヒロさんにとっては残念な結果だったかもしれませんが、これも一つの経験じゃないでしょうか。気に入ることはないですよ。あれ？もしかして優勝できないと会話パターン1パターンか。鳥の後ろ姿ってすごく可愛いよね。着眼点がいろいろ面白いな。小さな足で一生懸命ちょこちょこ歩いている時とか、なんだか応援したくなっちゃうよ。お、二つ目あるな。明日の記事のために改めて鳥の写真を撮ろうとしたんだけど、お祭りが終わって緊張が解けたのか、みんな動き回ってて全然撮らせてもらえなかった。緊張すると動きが鈍るのか。それも面白いな。鳥というのはみんな飛べるものだと思っていたんですか。トニー君と同じ発想じゃねえか。祭りに出場している鳥たちは飛べないのですね。もっとバサバサと羽ばたくのを想像していたので意外でした。全く同じこと言ってんな。意外と波長合うんじゃないのか。あ、というかここだと目に開けないんだな。お祭りで一堂にみんな集まってるからプレゼントし放題かと思ってたけど、そういうのないんだね。ダンヒルさん、今回優勝できなかったが、君はまだまだ若い。いくらでも釣りがある。諦めずに次回も頑張りなさい。ダンヒルさんの会話は1パターンか。あー、ちょっと聞き逃しちゃった。まだ小さい俺の息子が一生懸命そいつを話していてな。その姿がとても微笑ましかったのを覚えているよ。オウムの話っぽいけど、ちょっと前半は聞き逃しちゃったね。黒田さん、私は鳥が好きではない。いや、大嫌いだ。だから早く帰りたいのだ。初級クラスだからといって油断しているとこういう結果になる。くぅ、優勝できると確かに思っていたからこそなんか刺さる一言なんですが。私は動物には興味はないが、君は動物に愛情を注がなければいかん。まだ気持ちを入れ替えることだ。ぐねね。でもな、手抜いたはずはないんだけどな、育成に関しては。気になるところですわ。ゆうりくん、優勝できなくて残念。鳥みんな小さくて可愛かった。今度抱っこしてみたい。おう、いつでも牧場に来るといいぜ。鳥の優勝しないところたまには全然わかんないな。でも同じに見えたんだが、一体何が違うんだ。まあ確かにな。一羽だけ色が違ったなぐらいでしょうね。お、
鳥に名前を付けても何匹も一緒に飼ってたらどれがどれだか分からなくならないか。まあね。それともやっぱり自分の育ててる鳥っていうのはちゃんと見分けがつくものなのか。ニーユくんはちゃんと見分けついてるんだろうな。俺は正直あんまり分かんねえな。一箇所に固まってると誰だったっけってなるからな。まあその辺は本当に長いことやらないと身につかないもんなんだろうな、スキル的には。ニーユくん、初級クラス優勝のお母さんってどれか足りなかったんじゃないか。毎回厳しいんだよな。鳥っていうのは結構ナイブな動物なんだ。ちゃんと寝床に寝かせて朝を迎えさせてやらねえと卵産まないぜ。うっかり外に放置して翌朝は卵を産まなかったからって他の鳥と交換しろなんて苦情を受け付けねえからな。言われたことがありそうだな、これは。人間の方が鳥より大変そうだな、相手すんのは。って、ニーユ君は思ってきそうな気もするね。ぐぬぬ、とりあえず優勝を逃してしまったが、ショックはでかいが、まあ、いろいろ言われていた通り来年頑張りましょう。買います。という結果になりました。でもまあなんか牛に比べると仲良しの上がりがちょっと緩やかだったからやっぱり報告が足りなかったかな。そんな感じもするよな。まあちゃんと寝床に戻してあげないといけないっていうのはあるんだけど、放牧もちゃんとやらないといけないということだったのかもしれないね。なんか実験ってこれ他の鳥たちとは別で1羽だけ外で放牧をする期間を長めに設けるとかもありかもしれないな。そしたらなんか放牧がどれぐらい有効かっていうのも調べやすそうだね。まあそういうのを試すのも良さそうですが、とりあえず今日はもう寝るかな。水やりもやったしな。はい、では寝ましょう。おはようございます。秋の月22日やっていきましょう。またしばらく平日が続くかな。お手紙参上。なんだろうね。ニューデザインの服入荷。新しいデザインの服ができました。一つ一つこだわりの、手作りのこだわりのデザインになっています。ご来店お待ちしています。シールモード。そう、まずこっち一回も行けないんだよな。仕立て屋さんにも後で行ってみようかね。さて、ほうれん草は出来上がってしまいましたが、相変わらず肥料の、あれ、個数はちょっと足りてない感じするからな。これは初級クラス、優勝は厳しい感じになるかな。やっぱりか。とにかく手厳しいですね。じゃあ、しゃあない。とりあえず、水やりをするだけして、あとは畑の入れ替えのために、とりあえず新しいのは植えないっていう感じでいこうかな。優勝を逃した翌日ですが、お!ギョン鳥が大きくなってる。こちらはめでたいね。さあ、ということはまた、新たな卵の、あれかな?孵化を、目指していくというのはありかな。やっぱりちょっとストレスが溜まってたっていうのがでかいかな。愛情度2だったら優勝はできてたと思うんだけど、ストレスの値がちょっとマイナスに作用した可能性は否めんな。ぬん。ストレスが溜まり始めたらちょっと気をつけるっていうのはした方が良かったかもね。でも放牧が必須ってことなのかな。あんまり関係ないと思ってたけど。まあ最近あれかな、ノーマルおやつばっかりあげてたっていうのもあったかもしれないな。こっこやつだったらストレスの軽減もでかかったとか、意外とあるかも。はい、ここやつ。卵はどうしような。ちょっと今の段階でも結構多くなってきたからな。あ、ストレス本当に軽減されてる。報告はやっぱり関係ないか?ぬん。わからんな。よし、では初通りだけ報告多めにするっていうのをやってみようか。よっこいしょと。ダンヒルさん。牧場に雨も必要だったな。ダンヒルさんの好物が未だによくわからないので、ちょっといろいろプレゼントを試してみよう。月間やってみましょうかね。卵どうだろう。あげる。普通でした。ダンヒルさんの好物が本当にわからん。卵料理だったらまた違ったりするかな。材料だったら普通なのかな。ちょっと料理にした時どういう反応が返ってくるかっていうのはちょっと怖いよな。ジョババン、ジョババン。ところでこれ、苗って水やり必須だったりするかもしかして。ああ、必要ないか。特に全く反応してないね。じゃあ雨のおかげでここまで育っているだけで水やりをしていないから見た目が変わらないのではなく、ただ単純に時間がかかるから、ここから動いてないだけっぽいな。それならいいです。さて、そういえば仕立て屋行こうかと思ったけど、土曜日は休みだったね。か、水、木か。
来週だね。うん、オッケー。それでは山巡り行きましょう。ティーナさん、寝た寝た寝た。常にネタを考え続けなきゃいけないっていうのは辛いもんがあるな。コイン割りよう。これ牧場主さんから光るコインもらいましたっていうのも、もしかしてティーナさん的にはニュースになってたりするのかな。明日の一面はこれで行こうみたいな。結構この辺はそういう、なんだろうな、娯楽少なそうだからな。そういう新聞記事もちょっとはあれ、意味があるものになってそうではあるよな。でも自分のあれ、自分に関する出来事をゴシップとして取り扱うのはどうなんだろうな。それはさすがにはばかられたりするんだろうか。ただいま戻りました。うん、やっぱりしばらくあれだね、暇な日々が続くので、ちょっと今日もまた何もない感じの一日になってしまいましたが、まあとりあえずお仕事終わったんで今日は寝るかな。次何か変化があるとすれば、やっぱり羊毛であれかな、洋風の田舎家を建てられるようになってからかな。そっちの方が大事になるとはなと思ったけどな。あとは羊の毛はもう少し警戒して残しておくべきだったかもしれないな。はい、それでは少し時間が空きましたが、続きやっていきましょう。おやすみなさい。はい、ということでおはようございます。牧場物語始まりの大地の続きやります。秋の23日からですね。手紙は特に来ていない。とにもかくにもあれだね、あれが来てくれないと、羊毛を集めて新しい家が建てられるようにならないと話にならないという感じかな。のんびりと行くしかないね。ん？あ、もしかしてまたしまい忘れたか。これやらかした可能性が。サントリー、あれ、これご飯食べられてなくない？減るのがやっぱり早すぎないか、餌。気になるわ。あれ？というか、ハストリどこ行った？というか、あれ？ヨントリも大きくなってるし。いろいろと不思議な状況になってんな。小屋の中にしまうの忘れてたか。あれ？ちょっと待って。ハストリどこ？いなくなっちゃったってことますか？そんなことあってはならないよ。やばい。ハストリを探すところから始まってしまうとは。いない。嘘でしょ。行方不明。ハストリ行方不明。待って待って待って。ちゃんと状態が確認できるかどうか。一応いるよな。場所、芋畑牧場。変わってないはず。うちの牧場のハストリちゃんが行方不明です。どこ行ってしまったんだ。たまにゲートの外出て行っちゃうからな。どこ行ったんだろうっていうのは、まあ、ちょくちょくあるんだけど。マジでいねえぞ。この辺な、水場があるからな。落っこっちゃないかとかちょっと不安になるよな。あっそり旅行。ベルで反応するかな。いおりくん。うちのハッスル読みなかったか。これ牧場の外にはさすがに出ないよな。マジでどこ行ってしまったんだ。今日は頑張ろう。まさか再会初っ端からこんな大変な状況になってしまっているとは。ん？行った！あれ？今までどこ行ったの？心配したんだぞ、ハッスル。これがちゃんと小屋にしまっていなかったというのもあるんだが。ああ、よかった。ちゃんと見つかったね。ほんと、放牧するときはちゃんとしまうようにしないとダメだな。ここ、おやつ。まあ、ほったらかしにしてしまったせいでストレスが溜まったとかはなさそうだけど。やっぱり外に出してると卵は産んでくれないようになってるみたいだね。こちらももうご飯ないな。本当に減るの早くない？なんでこんなにすぐ減るんだろう。気になるわ。食欲の秋の補正は本当にかかっている可能性があるな。
チョキチョキ。うめえ。よし、お仕事完了。蜂蜜もできている。蜂蜜行こう。それでは山行ってこう。そういえばダンヒルさんに焼き魚をあげて喜ばれなかった事件についてなんだけど、あれからいろいろ考えて一つの結論に達したんだよな。ダンヒルさんには一回野生動物を持ち上げて、話しかけて、野生動物どう?みたいなことを言った時に、なんだかかわいそうだから話してあげなさいみたいな風に言ってたんだよね。それと踏まえて考えると、ダンヒルさんはすごい野生動物に対する破壊精神が強く、その魚が焼き焦げて、まあ言ってしまえば死体ですよね。それを目の当たりにすることによって心を痛めていたのではないか。という可能性があるのですね。ということは案外生き物とかそういうものはプレゼントには適していないのではと。だから虫とかも、まあ生きているものを、はいどうぞってあげるのは、まあギリギリ OK っていうぐらいなのかもしれないというふうに。捉えられるのではないのかなと思ったわけですね。まあだから何をあげたらいいのかっていうのは分かんないんだけど、とりあえず焼き魚が怒られたのはそういう理由なんじゃないのかなということを結論づいたということだけでした。ゴミっぽいものを捨ててるならやめてよね。女神様にお供えしてる?この頃ゴミっぽいものが増えてきた。ゴミっぽいものね、それは俺じゃないよな。え?この山彦の町に、あの女神様の近くにゴミっぽいものを捨てている奴らがいる?それはいけないな。あ、サワガニだ。これを取ったのは初めてだ。真っ赤だね。ガチカニだな。まごうことなきカニですね。何か取れないかな?瓶だ。瓶、これなんかに使うんかな?今のところただのゴミ扱いされてる。誰にも、あれ、効果がないプレゼントみたいになってるけど。使い道があるんだったら残しておいた方がいいのかな。じゃあ虫を出荷してもう寝るかな。お、いろはくん発見。せっかくだからプレゼント渡しとこうか。くず鉱石も一応持ち歩いてたよね。あった。いろはくんにあげようと思って取っておいてあるんだよ。くず鉱石もうあれかな、これ以上は組み立ててもらえるような関係には進まないかな。あとは単純に仲良くなるかどうかって感じだね。帰ってきましたぞい。せっかくだからお魚作っとこうかな。焼き魚ちびます。ペペーン。焼き魚ができた。あれ?でもちょっと待って、まだある?あるな。なんか1項目しかなかったような気がしたけど、じゃあこっちかな。ペペーン。とりあえず明日の出荷用にたくさん作っとこう。チビヤマメ。ペペーン。焼き魚は値段がいいからね。ガンガン作りたくなっちゃうよ。これで焼き魚14個目。素晴らしい。焼き魚長者になって、大事な買い物をしっかりと済ませておこうってやつやな。おやすみなさい。